日本の実業家、リソナホールディングス会長、リソナ銀行会長、東日本旅客鉄道副社長、総合研究開発機構理事、経済同友会幹事などを歴任した、熊本県熊本市出身、正四位曲日、重光明。1945年2月、熊本市で生まれる、東京大学法学部を卒業後、1968年、 日本国有鉄道に入社する。経理局に勤務していた時、大蔵省への予算説明などを担当したことがあり、自ら予算を作ったこともあった。そして井出正隆、松田正武笠井隆之ら国鉄改革3人組をサポートし、国鉄分割民営化という結論に達した。1985年3月に天王寺鉄道管理局への左遷も経験するが、 同年7月に経営計画室計画士官、1987年1月に JR 東日本設立準備室次長を経て、1987年4月の JR 東日本発足時には総合企画本部投資計画部長となる。1990年6月総合企画本部経営管理部長、1993年6月取締役、 1996年6月常務、取締役、2000年6月代表取締役、副社長事業創造本部長を歴任、自動改札の本格導入、ビューカード、山形新幹線、成田エクスプレス、駅中ビジネスなど新規事業を手掛けた。2002年4月より、経済導入回復幹事に就任していたが、2003年5月に、 経営難に陥りおよそ2兆円の公的資金を申請する必要ができたリソナホールディングスの会長として、牛尾次郎に白羽の矢を立てられた。JR グループに残ったままでいれば、東日本清ク社長に就任できること、リソナの負債がどれだけのものであるか不明であることなどから、相談した知り合いから早めた方がいいとのアドバイスを受けたが、この話を受け、 2003年6月25日、理想な HD 会長に就任した。就任当初は、鉄道マンに銀行経営ができるのかとその手腕を疑問視する声もあったという。就任後は、窓口の開設時間を午後3時までではなく延長し、窓口での待ち時間をゼロにしようと尽力した。2004年3月期の決算では注入された公的資金。 約2兆円を使い切る形で不良債権の大幅な処理を断行して1兆7700億円の特別損失を計上し、約1兆4000億円の大幅な赤字となった。その後は着実に資本の増強などを行い2005年3月期決算では、厚めに積んだ貸し倒れ引き当て金の戻り益もあって、一点約3800億円の大幅、黒字とし、 結果的には3兆円規模の公的資金投入の返済に、細谷の経営改革が功を総しめどをつけた。2009年に、理想な銀行の会長の代表権を返上。HD についても2012年代表権を返上し、取締役権執行役会長に退いた。2012年11月4日に67歳で死去。岡田武史と20年来の付き合いがあり、 1991年に、当時小賀電工サッカー部のコーチだった岡田と、JR 東日本の経営管理部長だった細谷などにより、東日本 JR 小賀サッカークラブが誕生した。父方の祖父は、戦前養産業で成功し、市内に貸し屋をいくつか持っていた。父は、東京の庶民金庫勤務を経て、戦後故郷の熊本に戻り、肥後銀行に勤めた金融マン。 母はお嬢様育ちで大落下だったが、時に劣化のごとく怒った。三歳上の兄がいる。ありがとうございます。